東京競馬場、東京競馬場、東京競馬場、A、東京レイスコースは、東京都府中市にある、中央競馬の競馬場。所在地から、府中競馬場とも通称される。施行者並びに管理者は、日本中央競馬会である。敷地内施設として、JRA 競馬博物館、乗馬センターのほか、馬車、ホースリンク水遊び広場やミニ新幹線など、 遊園地のような遊具やイベントが行われている。東京競馬場の前身は、目黒競馬場である。1907年、明治40年に、約6万5000坪の敷地面積の目黒競馬場が、開設されたが、その後目黒競馬場周辺の都市化が進み、借地が大部分だった目黒競馬場は、借地量の増加に加え、馬券発売による、競馬人気で手狭になったにもかかわらず、 施設拡張の余地がなかったため、移転を余儀なくされた。小金井や羽田、世田谷なども移転先、候補地となったが、府中町、当時は、町が競馬場誘致活動に力を入れ、地形も良かったので、府中に決定し、1933年、昭和8年11月8日、東京競馬場は開場した。十日後の十一月十八日に、東京競馬場での、 初めての開催を行い、目黒競馬場は完全閉場となった、目黒記念は目黒競馬場にちなんでいる。目黒にあった各級舎も競馬場移転に伴い、府中に移転した。1936年、昭和11年東京競馬場所属の級舎は39舎。その多くは東京競馬場内の級舎地区に入ったが、小形東吉級車、北郷五郎級舎は、 競馬場外の府中町清水が丘に、自前の土地建物を用意した。会場時の東京競馬場のレースは、春、秋の2回開催で各期8日間の開催であった。手狭だった目黒競馬場が、一場所8日間の開催で最高で、観客8万人余りだったが、移転して、広大になった東京競馬場、第1回開催では8日間で10万人を超えた。記念すべき。 東京競馬場の初開催は1933年、昭和8年11月18から20、25から26、12月1から3日である。東京優秀日本ダービーは第3回1934年、昭和9年から東京競馬場で行われ、開設時の重症競争としては、提出後商店、今の天皇賞や農林賞商店、 目黒記念などが行われていた。1937年、昭和12年、全国的な競馬志向団体である日本競馬会が設立された。これに伴って、東京競馬場のみの競馬運営隊の東京競馬クラブは解散して、日本競馬会に交流し、東京競馬場は日本競馬会東京競馬場となる。1940年、 昭和15年の開催が決まっていた東京オリンピックでは、バジ公園や中山競馬場と共に、馬術競技で使用されることとなっていたが、日中戦争の影響で東京オリンピックの開催そのもの中止となった。1943年、昭和18年12月、政府は競馬を中止し、1944年、昭和19年以降は東京、 京都での未能力検定試験を行うことにした。したがってこの年の日本ダービーや、横浜農林商商店4歳小馬、現在のサツキ賞は、馬券は売らず観客は入らない中で、関係者のみが見つめる前で行われている。中山競馬場で行われていた重賞レース、中山記念や中山4歳品馬特別なども、東京で行われた。1944年、 昭和19年5月横浜競馬場閉鎖に伴い、横浜農林少商,商店4歳小馬、現在の札幌賞が東京競馬場で行われる。横浜農林少商,商店4歳小馬は1947、48、昭和22、23年も東京で行われ、1949、昭和24年から中山に移って札幌賞になる。1945年、 昭和20年、東京競馬場は陸軍燃料省に対応され、東京競馬場は閉鎖された。東京競馬場所属馬は一部は京都競馬場や阪神競馬場に送られ、その他は地方で種馬になったり運搬車引く馬など転用された。状況士や馬帝、厩務員などの人員は一部は京都競馬場や宇都宮競馬場に移転を命じられたり、一部は転用が命じられて、 ヒくマ機動隊、運搬車ヒくマの隊や、馬室修練場などに配置替えされた。東京競馬場施設は軍に対応されたが、戦時中の食糧難のために、競馬場は全面が畑になり、馬場はサツマイモ畑になっていた。1946年、昭和21年、軍から返還され10月17日から、競馬は再開された。1947年、 昭和22年、それまで阪神で行われていた優秀品馬競争、オークスが東京で開催された。1948年、昭和23年日本競馬会は独占禁止法によって解散。日本競馬会参加の9カ所の競馬場は国営競馬として再開する。東京競馬場は農林省管轄下になり、国営競馬東京競馬場となる。 1954年、昭和29年新競馬法によって、日本中央競馬会発足、東京競馬場は、日本中央競馬会東京競馬場となる。1957年、昭和32年11月19日一号館、新館、万歳館竣工。1961年、昭和36年2月26日ダートコースの、使用が開始。 1968年、昭和43年6月4日、スタンド改地区工事竣行。府中競馬正門前駅からの屋根付き歩道橋を設置。1974年、昭和49年東京競馬場の休車数や、在籍馬数は徐々に増え、この年には馬房を貸し付けられている、東京競馬場所属の調教師の人数は38人、JRA 全体で162人。 またこの人数とは別に、馬房貸し付けされていない、調教師が JRA 全体で23人いる。馬房数は定期貸し付馬房と出張馬房の合計で1098馬房。予託契約等数は、皿家が1005等、アラブ系が31等の合計1036等。東京競馬場の総馬房数1098に対し、40馬房貸し付けられている。 調教師が3人いるのに対し10馬棒しか貸し付けされていない調教師もいるなど9社ごとの規模の差は現在に大きかった。この年までに立東トレーニングセンターはすでに開業していたが、美穂トレーニングセンターは造成中である。1978年、昭和53年3から4月、東京競馬場内にあった9社は新設なった美穂トレーニングセンターに移動した。 教師や、務員なども移転した。それまで、東京競馬場には1,111 11の馬房があったが、東京競馬場所属馬はすべて見本に移動。1982年には東京競馬場の馬房の数は397に減り、それらは出張馬房や国際馬房として使われた。1981年、昭和56年ジャパンカップ創設。2002年を例外として、 東京競馬場で開催される。昭和の終わりから平成の初めにかけて、竹豊や小栗キャップなどの人気による空前の競馬ブームが起こり、1990年平成2年5月27日の第57回東京優勝日本ダービー当日には、史上最高の入社19万6517名を集めた。2000年平成12年に、 東京競馬場スタンド改築等施設整備計画を発表し、3期に分けての改築を行うことになった。2002年、平成14年6月の第4回東京競馬終了後、馬場改修工事と2期スタンド工事に本格的に着手。その年の秋競馬は、中山競馬場や新潟競馬場で大体開催された。1期スタンドはその年の10月に完成し、 翌11月からパークウィンズとして利用開始。その後ババ改修工事も終わり、2003年、平成15年4月26日にリニューアルオープンした。以前のコースとの主な変更点は次の通りである。2005年4月に完成したスタンド改修工事、第2期分ではパドックとレーストラックをつなぐ地下馬道が1階座席からガラス越しに見ることができるようになった。 コースプレビュー。2007年4月にスタンド改修工事第3期分が終了。新スタンドが全面完成となった。新スタンドの名称は工房により決定し、富士山を眺望できるスタンドであることから、富士ビュースタンドとなされた。また、この富士ビュースタンド完成を記念し、2007年の2回3回の東京競馬では、 東京競馬場グランドオープンと名打って引退機種によるエキシビションレースジョッキーマスターをはじめ様々なイベントが行われた。2008年2月3日2月10日と2週連続で日曜日の開催が降雪の影響で中止され、それぞれ2月4日2月11日に大体開催された。中央競馬における同一競馬場での2週連続開催中止はこちらも 降雪のため中止された1987年12月の中山2日目4日目以来21年ぶり。2014年2月8日9日15日16日には雪の影響により4日連続で開催中止。それぞれ2月10日17日18日24日に大体開催された。中央競馬における4日連続の開催中止は史上初。 芝コースは主要4馬、東京、中山、京都、阪神の中で最も大きく、JRA の全従競馬場でも新潟競馬場に次ぐ大きさである。起伏も変化に富んでおり、第1コーナーから交渉面半ばまで高低差1.9メートルの長い下り坂が続き、直後の第3コーナー手前には高低差1.5メートルの上り坂。 これを登り切ると短い平坦部分を挟んだ下り勾配が続き、第4コーナーから上り勾配に転じる。ゴールまでの直線には、残り480メートル地点260メートル地点にかけて高低差2メートルの長い上り坂があり、段ラ坂とも呼ばれ、東京競馬場の名物となっている。ゴールまでの直線距離も新潟競馬場、外回りに次ぐ長さで、 非常にタフなコースとされている。カーブも半径がゆったりしている上、腹印も広いためコースは4通りに使い分けることができ、ババの痛みの進行も最小限に抑えることができるようになっている。かつて芝には1000メートル、1100メートル、1200メートル、ダートには1000メートル、1100メートルの距離が右回りで設定されていた。 この内ち芝1200メートルの競争については1984年まで施行された。ダートコースは一周距離、ゴールまでの直線距離ともに日本の競馬場で最大。起伏構成は芝コースとほぼ同様であるが、最後の直線部分の坂は高低差が2.4メートルあり、芝コースよりも大きくなっている。2010年の 第4回開催より、ダート1600メートルのスタート位置及び2コーナーのシュート部分の線形が若干変更された。これによるレコードタイムの抹消措置は行われない。現在の障害コースは、スタート後に順回りで周回するコース形態のみで、周回コースには8個の障害を設置。交正面、バックストレッチには3つの連続障害が設けられている。 また、正面の4つの障害のうち、グリーンウォール以降の3つの障害が、ユニット状になっており、重症の東京ジャンプステークスは3つ目の竹作が、大竹作、高さ 150cm、幅 155cm、4つ目の池垣が、大池垣、高さ 150cm、幅 150cm に変更され、さらに、東京ハイジャンプでは2つ目のグリーンウォールが、 大池柿、高さ 150cm、幅 150cm に変更される。1998年までは、第3コーナーから第1コーナーにかけてタスキコースが配置されており、年2回の東京障害特別の時のみ使用していた。タスキコースには、通常より難易度の高い大土類障害、1号。 障害高さ 155cm、幅 260cm 通称、毛屋木、大竹作障害、11号障害高さ 150cm、幅 150cm、泥衣障害、12号障害高さ 150cm、幅 250cm の3連続障害があり、名物であった。戦前の春工事には、 タスキコースが X 字上にクロスした形で存在し、さらに3コーナーから4コーナーにかけては、ババの内側にもう一つ S 字上にカーブしたコースが存在していた。東京優秀日本ダービー天皇賞秋ジャパンカップの試行日は、障害コースのうち正面スタンド前に当たる部分が観客席として開放されることがある。3300メートル線、直線芝、 ダートともに、は2012年以降施行されていない。2009年5月23日の東京競馬第4競争、サラ系、障害3歳以上オープン、発送11時40分において、発売機を直線ダート3300メートルのスタート地点に設置すべきところを直線芝3300メートルのスタート地に誤って設置。 結局当初発表の距離より15メートル短い、直線ダート3285メートルで行われた。レース終了後に、係員が気づき、決勝審判員へ報告。採決委員が、パトロールフィルム等で確認し、同日の13時10分に誤りを認めたが、すでにレースは確定し払い戻し金も発表された。後であったため、レースは成立したものとされた。 一着場のタイムは当初3300メートルのコースレコードと発表されたが取り消され、実施高距離直線ダート3285メートルの基準タイムとして残された。正門、東門、西門、南門の4カ所ある。開門時刻は通常9時であるが、GI 開催時など混雑が予想される場合は、開門時刻が早まることがある。ダービー。 JC 当日は、おおむね7時30分8時。正門は2層構造になっており、2階は、京王競馬乗船、府中競馬正門前駅と高架橋で、メインスタンド3階と直結している。正門の北側に、立川段球、府中がけ線が、東西方向に横切る。平日、払い戻し所が併設されている、JRA 競馬博物館や4コーナー付近の、 芝生ゾーンに近い。京王線、東府中駅南口から徒歩10分。1コーナーゴール、内馬場,場に近い。開門時は1階は入場券、回数入場券を事前に確保済みのもののみ利用可能である。JR 南部線及び武蔵野線、府中本町駅の臨時改札口から専用歩道橋で徒歩5分。正門同様2層構造になっており、上層部が 専用歩道橋と直結している。西武玉川線、これまさ駅から徒歩10分。コースのメインスタンドより高正面に位置する。2002年、平成14年11月から段階的に強用され、2007年、平成19年4月に完成した。愛称は、富士ビュースタンドで、地上9階、地下1階。天気が良ければ、富士山が見えることや、 富士山が日本一を連想させること。富士山が世界的にも有名なことからこの名がついた。スタンド内の現在位置を把握するのに便利な。柱番号は1コーナー寄りの2から始まり、4コーナー寄りに34までの番号が付されている。各階の主な施設は以下の通り。コースの全体を見渡すことができるのは6階より上の席となる。スタンドは全館禁煙で、 喫煙は指定された喫煙ルームでのみとなる。富士ビュースタンドの指定席は ABC の3種類あり、4コーナーよりから B 指定席、A 指定席、C 指定席と配置されている。料金の違いは観戦場所によるもののみであり、座席の使用に違いはない。全席が屋外にあり、2人掛けで各ペア席にチャンネル切り替え可能なモニターが1台、PC 利用のためのコンセントが2口ある。 全席で無線ラン Y2300 が無料で利用可能である。料金に入場料は含まれない。指定席エリアには投票所、児童、友人、オッズボックス、酒や軽食を販売する売店、喫煙コーナーなどがあるが、原則として、会の指定席利用者は上位の指定席エリアに立ち入ることができない。A 指定席利用者は B 指定席エリア及び C 指定席エリアの施設を、 利用できるが、B 指定席及び C 指定席利用者は、A 指定席エリアの施設を利用できない。なおメモリアルスタンド、工術 S 指定席利用者は、富士ビュースタンドのすべての指定席エリアの施設を利用できる。インターネット予約は従来、専用クレジットカード、JRA カードでしか予約できなかったが、2014年11月に、JRA カード以外のクレジットカードも、 利用できるようになった経緯もあり、2015年代1回開催分により、インターネット予約分の指定席が若干増やされ、当日発売分の指定席が若干減らされている。当日発売分の指定席は、富士ビュースタンド3階の当日指定席発売所で販売しているが、5階席は、正門から、6階席は、西門からの入場者が利用しやすいように列が作られる。 また、東京優秀、日本ダービー時は、通常より高い特別料金が設定されるほか、東京優秀や天皇賞、秋など、大きな GI レースが開催される日は当日発売を、行わず、インターネット予約については、JRA カード限定の事前予約抽選で、またそれ以外については、事前はがき抽選で当選者に、引き換え券を送付する形で販売を行う。 コースのゴール手前300メートル付近にあるスタンドで東京競馬場開設60周年を記念して1993年9月に完成したスタンドである。完成当時はメモリアル60と呼ばれていた。富士ビュースタンド同様に全館禁煙、出演は専用の部屋を利用。柱番号は42から54。これは富士ビュースタンドができる前の旧スタンドの 柱番号からの投資番号であり、富士ビュースタンド完成後もメモリアルスタンドの柱番号は変更されずそのまま残された。地上7階、地下1階で座席のある場所はすべてガラス張り。3階4階の4コーナー寄りの部分が一般席、1階2階相当部分は屋外の芝スタンドで、3階4階のゴール寄りの部分の748席は65歳上の 入場者が利用できるシニア席料金は無料5階6階部分は IC と69席及び S 指定席738席クレジットカードによるインターネット予約のみでインターネット予約で満席にならなかった場合のみ当日発売があるとなっているメモリアルスタンド竣行から富士ビュースタンド完成までの期間は3階4階部分は E 指定席であった 全席禁煙である。なお、本場開催時以外、パークウィンズ時には、IC と S 指定席が当日発売で開放される。指定席券は正門及び、サイモンの入り口にある窓口で発売。メモリアルスタンドを5階6階のレストラン、売店も通常通り営業している。サイモン及び富士ビュースタンドからの地下道を利用して、行けるコース内のエリアである。 ふわふわターフィーやミニ新幹線など子供向けの遊具があるエリアである。1984年に日本初のターフビジョンが設置され、10月6日の開催から運用開始。ターフビジョン設置後最初の大レースが、ミスター・ CB、カツラギエース、三ン・オが叩き合いを演じた毎日王冠であった。最高峰を追走するミスター・ CB が、 大ケヤキの手前でスパートをかけるシーンが映し出されると、場内は大きく湧いた。2006年8月に、三菱電機長崎製作所製の世界最大規模の、超大型ビジョン、ターフビジョンが設置され、10月7日から、正式運用された。ゴール前のそれが、これまでの電球管形式から、LED 方式に変更され、高さ11.2メートル、 幅66.24メートル、面積743.68メートル、テレビサイズで言うと2651型と旧来の3倍に相当するものが採用された。これによって画面全体を使用した高画質映像の放映、画面を1、2に分割して、別角度からの映像を放映、画面を3分割して、本場の競争、パドックの映像と多常の競争、 パドックの映像を同時に、放映、といった、様々な使い方で、情報提供ができるようになった。世界最大の大型映像スクリーンとして、ギネス世界記録に認定された。マルチターフビジョンと称している。下見所とも言う。出走場を下見する場所であり、トータリゼータオッズボードを兼ねた、パドックビジョン、フルカラー LED 電光掲示板が設置されている。 パドック周辺とパドックビジョンの前側通路と、下は禁煙エリアとなっている。無敗の二冠は、時のミノルの馬像と、中央系場所代理事長、安田井在門の共像があり、待ち合わせスポットの定番となっている。安田像は、安田記念の開催日には、喧嘩が捧げられる。以前は30頭分表示できる風格のある、大型手書き出走版があり、名物であった。 レースごとに、白木で、レース名、距離、馬名、機種名、金量、馬体重が書かれたプレートを付け替えていた。馬名表示欄の横幅は狭かったため、8文字以上の馬名の場合は2行に分けて書かれていた。フルゲートの削減に伴い、電光型の出走掲示板、現在のパドックビジョンに建て替えられた。カタカナは全角で表記される。東京競馬場は、 レストランや売店などが充実していて、飲食店は、ラーメン焼きそばカレーライスなどのファストフードから、有名ホテルがプロデュースする、レストランカフェまで、約75店舗がのき構える。富士ビュースタンド2階西側、1階東側及び、メモリアルスタンド地下には、フードコートがある。富士ビュースタンド5階及び6階の指定席エリアの、外には9店舗のレストランがあり。 ゆっくりと腰を据えて食事ができる。また、コンビニエンスストアやスポーツ新聞、競馬新聞を販売する売店もある。なお、店舗の中には、本場開催時しか営業していない店舗もある。パークウィズ時は、富士ビュースタンド5階及び6階の店舗はすべて、休業となる。1986年から2001年末まで、場内サテライトスタジオに、ミニ FM 放送局を、 送信周波数 78.0MHz、あとに 87.0MHz ターフサウンドステーション TSS で開局、放送業務を開始したが、現在は、下記の場内実況放送のほか、各放送局の音声を再送信している。京王線の府中駅や東府中駅よりアクセスする人も多いが、最寄り駅は、京王競馬乗船、府中競馬正門前駅で、 専用歩道が用意されている。東京競馬開催時は、競馬場線の増発と京王線と接続する東、府中駅に特急や準特急が臨時停車するほか、府中競馬正門前駅から新宿駅方面に直通する急行電車が運行される。また、少し離れた東日本旅客鉄道、JR 東日本南部線、武蔵野線の府中本町駅からも、 専用歩道、富士ビューウォークが用意されている。東京競馬開催時は、南部線の川崎方面行き、武蔵野線の東所沢、南越谷駅の電車が増発される。かなり離れているものの難問には、西部摩川線、これまさ駅からもアクセス可能である。京王線東府中駅から徒歩で向かう場合、南口改札を出て、南の方角へ歩いていくと東もええ。 アクセス可能。1973年4月1日までは、競馬場西側に、中央本線の支線、通称、下河原線の東京競馬場前駅があった。かつてはこの駅が、国鉄で最も長い駅名であった。中央高速バス、事前予約が望ましい中央道府中バス停からも、アクセスが可能。主に、山梨県郡内、上野原方面の利用客が多い。 高速バス停からは難問が至近で中央自動車道北側沿いに八王子方面へ歩いて 1km ほどで難問に着く。障害も含めた全26の GIQ 競争中、この東京競馬場で開催される競争は3分の1に当たる8競争に及ぶ。2007年まではジャパンカップダートも東京競馬場で開催されていた。2002年は中山。 2008年から2013年まで、阪神、2014年より、チャンピオンズカップに、名称変更し、中京に移設。ジャパンカップの開催日は、混雑緩和及び、日没の関係上1日に施行する競争を11、通常12に制限している。2005年までは、日本ダービーの開催日も同じく11競争。2001年までは、10だったが、 2006年からはダービーデーを盛り上げるということでダービー開催日に最終競争としてメグロ記念を施行している。ただし2011年は東日本大震災の影響で通常の競争数で行われたがメグロ記念は前に実施。メグロ記念については白母競争相当の時間帯17時発送で施行するため競争数は通常同様12となる。このか。 2005年の秋の天皇賞では、エンペラーズカップ100年記念として、戦初の天覧競馬が行われたことから、この日についても、全11競争に制限して開催された2004年の中央競馬50周年記念の時にも、天来競馬が企画され同様の処置が取られる予定だったが、直前に起こった新潟県中越地震の被災者に配慮して、 中止となったため通常と同じ1に競争で開催された。毎年5月5日には競馬場に近接する奥に魂神社で祭事の暗闇祭りが行われるが、2006年までは5月5日が競馬開催の土日曜日と重複した場合、その前後に競馬開催日を振り返っていた。これは電話投票が全国で本格的にシステム統合されて以後、 関東で第3話開催及び関西で開催が行われる場合も同様に振り返っていた。2002年の NHK マイルカップは土曜日である5月4日に施行されたが、平地の g i 級競争が土曜日に施行されるのは非常に稀なケースである。2006年の春季からは NHK マイルカップからビクトリアマイル、優秀品はオークス、東京優秀、 日本ダービーそして安田記念まで5週連続で GI 級競争が開催される。これに伴い独自の試みとして GI レースクイーンと題し各 GI 競争ごとに1名ずつ担当のグラビアアイドルを起用するようになった。通常期は2006年以後2011年を除くのダービーデー当日以外原則として白部開催を行わないが 2010年と2012年に安田記念当日は最終競争のユニコーンステークスを16時35分発送に設した。2013年はユニコーンステークスが別日開催となったため一旦消滅するも2014年から夏季競馬振興の一環として6月14日後の第3回東京競馬後半6日間6月29日イコール 宝塚記念会催日の続については、最終競争を16時30分に設定する。出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、東京競馬場。第3コーナーに関しては、寺山修司の著書などで、魔のコーナーとされている。この場所に生育している木を属に、大ケヤキ、大ケヤキと呼ばれるが、実際に植えられているのは、ケヤキではなくエノキである。 芝コースが C コース及び D コース仕様の場合、テレビ中継では残り800メートル4波論地点の波論棒が大ケヤキの後ろに隠れてしまう。しかし、この大ケヤキの下には、この隣接地域のこれまさの由来となった伊脱節つもりこれまさの墓所があり、中継の際には必ず移り込むため、日本一テレビ放映の回数が多い墓所となっているほどで、歴史的にここは、 行政大執行の対象となったが、伊田市の子孫が日本刀を振るって抗議したため、史跡として保存されている。またこの木の一本を切った妊婦が休止したのは、墓のたたりと恐れられ、残った一本を切ることを引き受ける人がいなくなったという噂話もあり、感染の妨げとなるにもかかわらずこの木が切られずにいる。一般にここは最後の直線へ向けて、 速度を上げる場所であると同時に、カーブを曲がるために、一方の側に負担が大きくなる場所であり、第118回天皇賞において、サイレンス鈴鹿が予後不良にいた例をはじめ、この付近で故障を発生する事例は、枚挙に糸間がない。府中の1008、展開いらずとの格言は、競馬評論家としても活動していた大橋巨泉が作った。この格言は、 東京競馬場の1800メートルコースの競争は、コース設計上、どの馬も不利を受けることが少ない上、ほとんどの距離適性を持つ馬が走れる距離でもあるため、実力通りに収まりやすい、いわゆるフロックが少ないということ。特に毎日王冠は、数多くの実力馬が勝ってきていることでも知られている。逆に、2000メートルコースで施行される秋の天皇賞は、コース設計上、 どうしてもうちはの馬が有利だと言われている。エプソム競馬場、森岡競馬場と姉妹提携を結んでおり、東京競馬場では交換競争として、エプソムカップ、ギー、オールカップが施行される。森岡競馬場との姉妹提携に関連して、2003年10月より、場内に岩手県競馬、森岡競馬、水沢競馬専用場外発売所が開設されており、 東京競馬開催日及び場外発売日には当日の岩手県競馬の全競り及び翌日月曜を含むのメイン競争の勝ち馬投票券を購入することができる。2005年度岩手競馬全日程終了まではバ,バナ内 B 投票所に開設されていたが2006年4月8日2006年度岩手県競馬開催初日からメインスタンド1回101投票所に移転した。 毎年4月から6月、平年度の第2.3回開催は、日清製粉グループが特別協賛し、ファミリー層に向けたステージイベントや、スペインの洋菓子、チュロスを販売する特設ブースを設置している、重症競争のテレビ放送用のインタビューが行われる、検量室のインタビューパネルにも、日清製粉のロゴマークが貼り付けられている。2005年10月22日、 同競馬場の第十二競争、最終競争において、当時の日本の公営競技の投票権史上最高、配当記録となった18469,120円、三連勝短式が飛び出した。これは2008年6月5日に、競輪で7,9698,600円の配当が飛び出す。平塚競輪場のチャリロトまで日本の、 公営競技史上最高配当記録であった。その後も、日本の競馬及び単一の競争を対象とした配当としては最高配当記録であったが、2009年2月4日に、船橋競馬場で三連単の配当金1911万円が記録され、そちらに譲る形になった。東京競馬場での g i 級競争、ジャパンカップ、安田記念など外国馬が出走する場合を除くでは、 出走馬のゼッケンの片方に馬名が、もう一方に、当該競争名と、開示、例、第1回、ビクトリアマイル記載されている、地方競馬の重症競争においても、同様の形式が取られている場合がある。なお、他の競馬場、中山、中京、京都、阪神で行われる、GIQ 競争では、g i 級 q 以下の競争同様、両サイドに馬名が記載されている。 外国馬が出走する場合は、この打ち片方が英文馬名となる。この絶景は1983年からジャパンカップに限り採用し、1987年秋以降、他の競争にも順次拡大した。1978年にミホトレーニングセンターが開設されるまでは、競馬場で調教が行われていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。